皆さんこんにちは。今日は JR 神戸線甲子園口駅から徒歩5分のところにございますオムライス専門レストランのオムオムズキッチンさんに来ています。今日は店長の山下さんにお話をお伺いします。お願いします。お願いします。はい、私も今日初めてといいますかお店に来てランチを取ったんですけども、とても美味しくて、はい、まず驚いたのはメニューの多さですね。もう選ぶときにすごく迷ってしまうほどメニューが多かったんですけども、はい、実はこのメニューですね、お弁当としてお客様が来られてもお持ち帰りできるというふうに、はい、聞きまして、はい、これ本当にもう突然お店にお伺いして、はい、これ1個お願いしますっていうふうにオーダーできるんですか？そうですね、はい、お持ち帰りの方もうちでご対応させていただいてますので、はいはい、1個からでも全然大丈夫ですし、はい、まあ、ちょっと待ち時間の関係もあるんで、はいはい、持ち帰りの時間とメニューを入れていただいたら、はい、時間その時間にお作りして、はい、お持ち帰りいただくというパターンですね、はい、お電話でもお受けさせていただいてますし、そうなんですね、はい、もうあらかじめ、はい、この日にちに、はい、例えばちょっと団体様の、はい、お弁当のご予約とかもお受けさせていただいてますし、はい、まあ、その辺はもうお客様との、はい、ご要望できる限りは叶えようかなと思って、はいはい、やらせていただいてます。お電話させていただくときなんですけれども、はい、例えば何日前までに予約する方がいいとかってそのありますか？そうですね、はい、数にもよるんですけど、はい、まあ、基本も前日までにご連絡いただきましたら、はい、ご対応させていただいてますし、はい、まあ、当日急な入用でね、はい、いるという形になった場合でも、あ、その時によってはもう全然ご用できますんで、はいはい、その辺もお気軽にどんどん問い合わせいただいたら、はい、はい、メニューの方なんですけども、はい、店内で食べることができるオムライスは、はい、提供されていると思うんですけども、ね、例えば、はい、こういったメニュー、和風、ちょっと和風食べてみたいなとか、はい、お弁当だと例えば幕の内とか食べてみたいなとかっていう場合だと、リクエストっていうのは、そうですね、そちらもご予算に合わせて、はい、できる範囲で、はい、やらせていただいてますし、はい、まあ、当然ね、食事のアレルギーとか好き嫌いもあると思うんで、はいはい、まあ、その辺事前にお知らせいただいてましたら、はい、こちらの方でそういった形のメニューを、はい、考えて作らせていただきたいなと思ってますんで、はい、分かりました。ということで、まあ、いろいろご予算に応じて、あとはそのアレルギーとか好きなメニューも作っていただけるということですので、はい、ぜひ皆さんもご利用いただきたいと思います。最後に店長の方から、はい、皆さんにメッセージを一言お願いします。PR とかですね。はい、甲子園口のモームズキッチンです。まあ、オムライスの方もチキンライス、定番のチキンライスと、あと和風の16穀米の、オムライスの方も創作オムライスやってますんで、またぜひ、お近くお越しの際は立ち寄りください。お待ちしております。ありがとうございました。以上、山下店長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。